じゃあみんな、刹那圭介だよ。今回は新しいフリーゲームの実況を、このゲーム資源の蝶ってやつをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、このゲームはまあ当然のごとくフリームで発見して、当然のごとくこんな感じでプレイをしておりますね。当然のごとくってなんだろうね。そうですね、このゲームの特徴、こういうなんか怖そうな雰囲気ですけど、なんか完全なホラー系ってわけじゃなくて、なんつかホラー風味って感じなんで、ホラー大嫌いって人でも安心してプレイできるっていうことを、なんか説明書に作者さんがなんていうかな、表示していました。なんかちゃうな、まあそんな感じですよ。というわけで、まあちょっと頑張って見てみようかなっていう人がこれで現れてくれたら幸いですね。あのホラー嫌いの人の中から、まあ頑張って俺がちょっと笑えるようにしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。資源の蝶、ストーリーの方はよく分かっていません。主人公が女の子だったような気がするけど、とりあえず最初からやっていきたいと思います。はい、どんなゲームやろう。このゲームはフィクションです。登場人物、団体と実在のものとは一切関係ありません。呪いをテーマにした作品のため、ホラーチックな表現があります。あくまでチックなので怖くないよ、多分多分チックなんやな。風味というよりかはチックって言った方がよかったかな。ステッカー貼っておきますなんか面白いな。簡単推理、ちょいコア、リア充、リア充リア充とか、一番非リア充にとって見たくないもんやけど、まあゲームでそういうもん。お、こんな消え方するか。人の念は時に想像もできないような物事を引き起こす。その念が強ければ強いほど物事に影響を与える力が強くなるだろう。ん、何これすごいな。これどうやって書いたんや、作者さん。これが主人、今のは女の子主人公で、これが脇役で、これも脇役でぐらいな感じかな。なんかすごいな、この絵。うまいっつうか、結構綺麗やし。これやってよう描いたな。すご。まず映画すごいな、これ。このゲーム。めっちゃリアリティある。ねえ、知ってる？黒い蝶の幻を見ると数日後に死んじゃうんだってさ。それってかなり昔でテレビでやってたやつでしょ。あれって本当なのかな。さあ確かめようがないからわからないよ。それに今はあの話題の方が人気だよ。ここは時の社市、時の社市時の社市、時の社市、早口言葉になっている。時の社市、市って市町村の市か。黒い蝶の幻を見ると死んでしまうという噂が流れていた田舎の小さな町。しかし最近では噂を気にする人も少なくなり、人々はそんなことを気にせず生活をしていた。一部の人を除いて。いい雰囲気ですな、流れ。お、流れ。お、主人公やっぱ女の子か。なんかホラーのフリーゲームって主人公女の子って多いな。何だろう。お母さんは私がまだ幼い頃に亡くなってしまった。原因は分かっていないけど事故に巻き込まれたらしい。お父さんもその話はしたがらないので私も聞かないようにしている。お母さんは出かける前に黒い蝶が目の前を横切ってすぐに消えたと言っていた。マジで子供の頃に聞かされていた話。それが本当だったら本当にやばいぞ。幻の蝶を見たらやばいっていうのは本当なんかって話になるもんね。見ると死んでしまうという黒い蝶の幻、そんな噂が一時流行っていた。あの蝶のお話全く関係ないとは言い切れないと私は思っている。結構信じとる派なんやな。今日はお母さんの命日、土曜なのもあり、お父さんと二人でお墓参りに行く予定。お父さんは土曜だけど午前中だけ仕事に出かけた。仕事は忙しいみたい。男で一つで私を育てて私立の学校にも行かせてくれた。家は狭くてもすごく幸せ。お腹から上なんだ表示される。お父さん遅いな。何があったのかな。今日は
お母さんの命日だから一緒にお墓参りに行こうって言ってたのに。もう少し家で待ってみよう。これより自由行動開始になります。机の上の書類を調べると簡単な説明やメッセージ設定ができます。キャンセルキーでメニューが開けます。イベント中はメニュー開けなくなります。キャンセルキー、ああ出てきた。今回もゲームパッドでいいよけど、いきなりゲームパッドに設定した感じとは違うんが出てきたような気がするけど、どういうこと。まあいいや、アイテムとかいろいろある。このアイこのメニュー欄も道徳でいいな。これ行動メンバー点がある、 あたり冒頭で出てきた少年少女が出てくるわけですな。見方としてなかなか面白そう。とりあえずなんか机の上になんかあるとか言った。引き出しの中には重要なものはない。このゲームでは引き出しやタンスなどから重要なアイテムが出ることはありません。マジでちょっと、ま、先に言うのそういうの。よくわからない郵便物が放置されている。ああこれが、そうそうそう、簡単な説明。キーの操作はファイル内の説明書を見てね。ああそうそうそう、えダッシュで、ちょっと待って、ダッシュできるん、ちょっとダッシュ、そんな説明書にあった。ちょっと待って、決定キーを押しながら移動するとダッシュできるんじゃ。ああそうなんじゃ。移動速度が速くなるけど細かい作業操作が難しくなるので使い分けてください。うん、そういうもんやな。メニューが開けない時もあったり、寄り道要素の一つなので集めても何もありませんっていう。メモリアルはストーリーを進めたりサブイベントで増えたりしますって、そういうのあるんじゃ。ちょっと細かいな。攻略アドバイス、現代の世界がテーマなので宝箱なんて置いてないですまあそうやんな。アイテムは人からもらったりどこかで買ったりして増えるから探してみてね。買うとかあるんじゃ、お金の概念あるんじゃ。このゲームでは時々場違いな変な選択肢が出ます。変な選択肢を選んでしまうと悪い結果になる可能性が高くなります。場合によっては即ゲームオーバーです。ゲームオーバーでもリトライ選択が可能なので好きな方に遊んでも大丈夫です。ってことは適当に選んでゲームオーバーになってもまたやれるけんってことで、先に変な方を選んでもいいんかもしれんな。選択肢いくつかあるんだったらこれ2周目3周目できるってことじゃない。ちょっとやってみたいな、これやろうかな。2周目3周目まあやりながら考えていくとしよう。メッセージウィンドウ設定、カラー黒か暗黒、デフォルト、デフォルトがこれです。これちょっといろいろ設定してみたいな。黒になった。黒かこれ、ちょっとなんか緑っぽい感じもするけど、まあそれはいいや。どれが一番いいかななんて、少しだけ暗くなる。これにしようか。キャラ表示、ああキャラを手前か後ろかって話か。あのメッセージウィンドウの前か後ろか、そのままにしとこう。つまり手前これね。あとはこんなもんか。オッケー、じゃあ進めていこう。今回のパートはチュートリアル的な感じの方が多いな。もう8分くらい使っとる。クマだかウサギだかわからない大きなぬいぐるみなそれ、ぬいぐるみで遊ぶ年齢じゃないけど、捨てるのはなんかかわいそうだからずっと部屋に置いてる。うん、まあ女の子って小さい頃こういうのを欲しがるもんだろうなって思う。メイク道具が置いてある。それや主人公っていくつ。アイテムは何もなし。入手情報なし。入手情報って何。え、そんなんあるんだ。セーブがあってメモリアル、あ、メモリがあるがさっき言おったやつや。遠い日の記憶と子供の頃の悲しい記憶、これもちょっと面白そうって感じかな。タンス、ロッカータンス。このタンスのように一つのオブジェクトで2マス分使っているものは左右で別々の情報が出ることはありません。掲示板などでも同じことが言えます。そうなんじゃ。1マス1マス調べなくても大丈夫です。ふかふかそれだけかい。ベッドベッド、あとこれか。青い綺麗な雑貨が置いてある。好きな色は青今なんでそれ言うたん。今言う必要ある。これは銀色の丸いオブジェが置いてある。うん、何やろ。とりあえず調べ終わった。あとこれ、くるくる回る椅子は便利。あ、そうっすかどうでもいいっすわ。これ確か決定をしながら、あ、ダッシュできるわ。早い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 。オッケー。何これ。あ、電話、お父さんかもしれない。あー、これか。古い電話やな、おいいつの時代やねん。もしもし、
あー、名前忘れた、名前忘れた。なんて読むんやけど、篠山だったっけ、あれ何やっけ。もしもし。あー、名前忘れた。月、夏木、夏木、あー、名前忘れた。夏木、お父さんだ。夏木でいいんかな、これ。何してるの。もう約束の時間過ぎてるよ。早く帰ってきてよ。それがだな、事故があって、今日中に帰るのは売りそうだ。おい、お父さん何やってんの。え、事故って大丈夫なの。ああ、大丈夫だ。土砂崩れがあったらしくて、電車が止まっているんだ。今日はもう電車は動かないだろう。そんなわけだから、墓参りは夏木一人で行ってくれ。夏木であったんかわからんけど。すまないな、約束してたのに。事故じゃしょうがないよ。いい、気をつけて行ってくるんだよ。一人で行ってきなさいっていう死亡フラグ立ておったよ。お父さん。うん。しょうがないな。お墓参りは一人で行こう。マジで。そういう時って大体危ないってことが相場決まっとるよ。やめといた方がいいんじゃない。コンロが一つだけど、少し不便。いいやん、そんな別に。流し台。二人で使うには大きいサイズの冷蔵庫。買った当時はお母さんも元気だった。古いやつだったんだね。こっちは？あー、仏壇の森。お母さんの仏壇。なーむ。少し大きなテレビ。今は見たくない。うん、そうやな。早う行かな、行かんのに。なんで俺をうろちょしとんだろうって話。お父さんのスーツ。パソコン。パソコン。今は使う必要がない。いつか使う必要があるときは来るのか。カレンダー。今日は9月24日ね。仕事の本や PC 雑誌が積んである。お父さんの仕事なんなん？サラリーマン？ PC 雑誌とか、バリバリパソコン使う人やん。え、何それ？プログラマーでもやんよんか？トイレだ。トイレ、異常なーしない。なんで、なーとしーの間にその波線の棒をつけるん？なんかもうふざけようようにしか見えんよ。異常なーし。あ、戻ってきてしまった。じゃあこっちか。南国、南国。これは何？浴室か。あ、浴室なんじゃ。これはタオルをかけるやつです。なんか説明されたんやけど。そういう説明せんでも見たら大体わかると思うんやけど、俺。洗面台、異常なーし。だからなんで異常なーしなの。この女子ちょっとふざけてきとんか。ちょっとふざけるのは俺の仕事だけやめ、おアパートだったんだ。お隣さん、お隣さん。他人の家に勝手に入るのは良くない。すいません。普通に突っ込まれた。異常なーしとか、ふざけよる女の子に突っ込まれた。他人の家に勝手に入るのは良くない。わかってます、わかってます。ちょっと調べた。ゴミ箱がある。家の、人の家のゴミ箱を調べる必要ないわ。あ、そうっすか。調べないかんときは来るんだ。用もないのに呼び鈴が押せない。え、ピンポン出してて用があるやん。ダメなの？あ、こっちだったの。わー、こんなんあるんや。何かお供え物を買っていった方がいいわね。何にしようかな。お花、果物の盛り合わせ、木彫りの熊。迷うな迷うな迷うな。お花かな、果物盛り合わせかな、木彫りの熊かな、どれかな、迷うな。木彫りの熊。特別な日には特別なもの、魔除けの効果があるって聞いたことがあるから熊にしよう。意外と正当なものだったな。熊、ふざけて熊があるんかと思ったら結構いいもんだったわな。木彫りの熊は駅のお土産屋にありそうね。そうなんだ。ああ、ここも自分で移動させるんじゃ。公園行きま。こっちに用はない。普通に突っ込まれた。こっちに用はない。ああ、分かったよ、分かったよ。うん、あ、ここか。だからこの町の名前のやつ読み方が覚えにくいんや。利用者は多いけど電車の本数は少ないんや。そうなの。誰さえ少ないんだ。止まってしまったんやな。事故の影響で電車が動いてないようです。困りました。お父さんも困りました。復旧工事を行っておりますが、今日中の復旧は難しいです。ご迷惑をおかけしております。まったくだよ。
どこにでもいそうな青年名前無駄に長いな。この中に売店とお土産屋があるよ。マジで教えてくれた、あざーす。無駄に長いとか言うてすいません。おお、本当やお土産屋やこっちコンビニっぽいで、こっちお土産屋としてなんかしっくりくるで。何これえ、何これ、物置って感じになってる。なんかちょっと浮いとるな、この場所だけ。果物売りのお姉さん、果物売りのおぬ、果物売りの果物の盛り合わせいかがですか。いりません、私果物大嫌い。女子高生、そこの売店で探していた本があるんだけど、ナンパ男がいて買えないわ。しばらくしたらいなくなってくれると思うんだけど、困ってわ。ナンパ男、ナンパ男なんこいつ。大学生っぽい青年、ねえねえ、何時に仕事終わるな。おいで遊びに行けねえ。本当にはナンパ男だった。かわいそうに、この売店の お姉さん。雑誌やお菓子が売られている。こっちではない。こっちか、やっぱ。ロングヘアの女の子。これいいな。これ欲しいな。って買えば。いらっしゃいませ、何かお探しですか。めっちゃ元気やな。木彫りの熊ってありますか。はい、ありますよ。お土産用にお手伝いします。いいえ、お供え物なのでそのままで結構です。え、はあ、お供え物ですか。かっこ変な子だな、変な子って思われたら、ちょっとやっちまった、変な子って思われちゃった。3000円になります。お金を払い、木彫りの熊を購入した。3000円もするんか、負けた、高かったな。ありがとうございました。まあ、とりあえず今回の任務は終了です。時間も時間なんで、今回はセーブしてね、これで終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。 See you again。